グレーを取り戻したい。小柳です。2番パリモンスターポンポンポンポーン。前回ねグレー歌詞暗記ありましたね。やったね。忘れてたよ。忘れてたよ。やめたでしょグレーの方。やめたというか、まあ今のところ保留ということで、まあグレー関連は。保留っていうか全然コメント欄とか。カスだみたいなのしかなかった。カスだ。いや結構本当にガチのグレーファンっぽい人がちょっと怒ってるコメントもありますね。そう。はい。でも潔くやめた方がいいんじゃないか。いや、やっぱ好きというプライドというか。まあ確かにそのストレートな愛は見せてないかもね。こいつ本当にどのレベルなのかっていうの分からない状態で特殊なことをやってたっていうのはちょっとあるかもね。確かにな。しかも今年グレーも周年なんでしょ。そうなんですよね。30周年で。前回の暗記でライブ禁止になったんだよな。そうだね。お前はそんなやつ足運ぶ必要ないと。はい、今日はそれを一回取り戻す。何をやるんですか、ね、で前回歌詞だったんですけど、今回は本当にグレー関連の知識のクイズ。はい、そんなん無理だよな。無理だよ、なんで、まあ、今回僕はもちろん問題出されたら、もうそのまま書きますけど、皆さんは調べていいです。おお。制限時間1分間で。大学だ。大学です。持ち込みあり。あ、そう、持ち込みありみたいな。1分間調べていいの。3人で。いろいろじゃない。ファンだからこそ知ってるエピソードとか、そんなのもあるのかな。なるほどね。俺らだからハンデとして PC1 台だよ。1台で1分でいくわ。負けたらでもとりあえず俺らのグレーのチケット取ってもらえる。頑張って。俺ら褒美ないとな、ただただ覚えたくないもん覚えてな。確かにそうだね。暗記シリーズなんて覚えたくないもん1時間で覚えてんだからな、こっちは。確かにそうよ。グレイに限らずよ。まあまあね、俺らチームで一答え出せばいいですよね。はい、わかりました。それではやっていきましょう。はい、10周年記念ベストアルバム「10年目の夕闇にいざない漆黒のエンジェル」発売決定。10周年を彩った楽曲を再録、そして新曲も収録予定。東名阪ワンマンツアー「ビューティフルティーンエイジャー」開催決定。詳細は概要欄をチェック。ボードで1分後に2人とも調べましょう。なるほどね。1分間調べられるので、早速まずちょっと聞こう。ここに問題文がパッと出るように。なるほどね。1分のロスが出ちゃうので、第1問こちらです。まず2002年に日中国交正常化30周年を記念して行った「グレイ・ワン・ラブ・イン・〇〇」、この〇〇に入る中国の都市はどこでしょう。都市なんだ。なるほど、都市だろ。これは間違いらんないよな。を今はもう答えられております。2002年に日中国交正常化30周年を記念して行ったグレイワンダム。ちょっと書きますわ。あと30秒。いけるいける。3、2、1、終了ということで。これはでもマジ調べないとわからん。じゃあグレイ禁止君から。まあ現状ね。北京。大丈夫だな。グレイワンラブイン北京。え、待ってよ。ちゃうの？正解ははい。北京。よし、さすがに。すごいなでも。さすがに。やっぱこの調べずとも出てくる。すごいわ。深い問題出んだね。ね、深いね。そっちが1問でも落としたら。やばい。そうやな。第2問。はい。こちらです。デビュー曲を作詞したのは誰。これむずくね。グレイファンはわかるけど、グレイをそこまで知らない人にはわからないという問題をチョイスしておりますので。でも俺これ知ってたわ。あ、本当。あれだよ。俺10秒だと思う。あ、本当だわ。そうでしょ、書いてあったし。3、2、1。まあこれは逆に有名か。終了。はい。まだいい時期なのかな。ということで、チーム防衛組からヨシキさん。おお、すごい、正解。よし、さすがにこれははい、さすがにそうだよな。さすがにこれ常識問題。はい、あ、全部で10問あるので結構ある。第3問こちらです。グレイデイはある夏。こんなん余裕や。へえ、そうなんだ。左利くのこれ普通にさ、間違えたらやばいもん。やばい、結構やばい。いらねえよな、1分もな。じゃあもういいですか。はい、全然いらないっす。今から7月31日。すごい。7月31日。正解。よし。まあ出てくるよな、さすがにな。すぐ出てきたね。20万人台の日が迫ってんだ。なるほどね。ヒントになりました。もろ、知らんかった。第4問。はい、こちらです。いやー、俺そういうの苦手だ。よっしゃー。おおお、あ、いい字だね。いい字だね。調べ出てくるわこれ。すごいよネットって。すごいわ。勝てるかもなクイズノックにも。ネットがあればな。あと30秒。怖いのお前にこれ書かすの。お前ね。おいおいおい。どうして？どっちだろう。ま迷う迷う。いや。おお。これなんだ。ヒントになったかも。終了。ヒントになったかもよ。怖え、これやっちゃったんじゃないのお前。来た来た。いやどっちだろう、どっちかだよな。どっちはないよ、だって1枚なんだから。2枚出してないですからね。防衛組から。エビゲージ。これドライブ。おい。これ。こんなんもう勝ち負けじゃないのこれ。正解は。ヘビーゲージ。1点リード。9年に出たアルバムですね。そうだ、俺は生まれた時に出てんだからこれ。よし。ちょっとあれかも、1分いらないね。早答えでもいいかもよ。だからもしそっちが早めに分かってれば答えてもいいよ。なるほど。だからこっちも逆に早く調べ終えたら出すっていう。なるほど。結構余裕だから。確かにね。書いてから押そうね。はい、書いてからね。そうです、そうです。書いてからね。こっから読み上げにする？あ、読み上げでいいよ。読み上げにしよう。第6問。拓郎が出した著書の名前は？拓郎が出した著書の名前は？違う違う違う。どっちだ？大変だ。教会。正解だ。いや、夏壊しなんて書いてあるの？耳、聞く壊し怖い怖い。もう2点リード。もう1回取られたらやばい。今のは結構ほんとファンとしてやってはいけない感じだったよね。桜を嫌いなんだっけ？好きだよ。第7問。はい。GLAYはとあるお笑いコンビとバンドを結成しました。さて、誰と組んだでしょう？はい。うわっ！ガレッジセール。正解！よし！ガレッジセール。すげえ！ダウンタウンっていうギリギリお、いいねいいね。上の方には出てこんわ。白熱してきたね。いい、そうそう、そこら辺だもんな。なんてバンド中に組んで使われてそれ2つ合わせてガレーっていうバンド名で1曲だけ。へえ、なんかあの番組の企画。あ、そう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 、ガレッジセールの番組が。いいね。よしよし、こういうのこういうの。グレイのシークレットバンドの名前は？うわ味噌汁みたいなこと。シークレットバンド。味噌汁みたいな。ネバーマインド。正解。はい。ネバーマインド。あ、味噌汁でいきまよ。仙台貨物。仙台貨物。悔しいね。これ久石さんボーカルね。ああ、入れ替え。入れ替えで。追いついた。追いつかないや。次が8問目だった。やばいやばい。3問だね。あと3つ。もう最悪勘で言ってもいい。いい。やっぱさっきのそのグラッチセール的なノリだったら。緊張したテルが手のひらに書いた文字は何でしょう？ねえ。ねえ。今。米米米だよ。正解。よし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 。それごめん。ちょっと待って待って待って。何をしてるの？TMM テルじゃないのよ。全部に M 入ってるじゃん。緊張の間に。すごいな。その速度で計算するのは。米米米ってか何それ？確か答え人だよね。確か緊張。ああまあそうだね。もう間違えて米を書いてエピソードが。ああなるほどね。出てこないの。なんて調べて出てくるんだろう。テル。爆笑手文字。テル爆笑手文字は。まだあるな。ここ取んないと。ここ取るわ。次は画像が出ます。画像。第9問はこちらです。正しいジャケットはどれ？待ってよ。正しいジャケットはどれ？どれでしょう？いやな。こちら。ああ。早かったしこっち。あのね絶妙に多分こっちの。よし。B。だね！俺がミスった。B だ。やったー！いやこれはさすがに早い。これいい問題だね。これまあでも A と C ないもんね。100%。でも冷静に考えたらグレイだよな。よっしゃ！おい来たぞ。オッケーオッケー。食らいついた。ラスト？最終問題。これ取った方だ。今のなんてもう即答できないからなんじゃないの？A 見すぎたわ。確かに GLAY は普通にね普通にその字流れっていうかあれ持ってんのあれ持ってます。あれなんなんすか？ミュージックハントだっけ？ミュージックライフじゃなくてミュージックライフだ。ミュージックライフミュージックライフミュージックしようだ。ライフって出てきた。そっちだ。パンとはツアー名だ。え、もうマジでそっちでいい。流れ的にそのユーマかたすとか一回いい。ちょうどいいのやめよう。大問題。拓郎の大好物は何？何それ。本当？本当かな。はい。ユーマ。意外とハンバーグ。意外とハンバーグってなんだよ。残念。やったー。オッケー。あ、これこの上あった。これちゃう？そうだ。これは結構エピソードとして有名らしいですよ。マジで？ええ、アラビキウインナー。正解。知らんわ。いや、高校時代友達の家ではマヨネーズをかけたアラビキウインナーと白いご飯とコーヒー牛乳をこの3つを転んでたってエピソードはさ有名じゃん。そうなんや。駅にも載ってる。飯食い行ったら知ってる友達ん家に。何やねんそれ。そんなエピソードやね。よく行ってたみたいな。あ、よくね。やった嬉しいマジで。これはしょうがないけど。何してるの。いやマジかよ。めっちゃ自信あったのにな。泣きいく前半からこのシステムでやってたら。そうだね。確かに負けてる負けしてる。もういいぐらいそんなやらんで。これは結構楽しいよ。でこれ取ったらどうする。もうそれはもうグレイ解禁でいいか。もうどうでもいいしね。だから当ててください。いや本当に本当にちゃんと当てて。当てたい。当てたい。意外とハンバーグとかやめて。意外とハンバーグあれひどいよね。考えろよもっと。いやでもあれ拓郎全然好きじゃないね。いやいやそういうこと。いやなんかにじみ出てるよね。教会もわからなければ。いや教会ね。読んだことないっしょ。ない。これは良くないよ。なんか山張って書いてくる。出そうな。ああ、カルボ出ないでしょ。これ。やばいよね。カルボ。いや全然あるよ。怖い。頼む頼む。テルがデビュー25周年公約発表記者会見を欠席した理由は何でしょう。なんとなくあってはいユーマ料理のやけど正解。よし書いてあるわ。確かに顔面やけどで料理だけど俺が遅かったか。一応な大元の腹痛腹痛いや出るから。あ取られた。取りました。なんとかじゃあ会計おめでとう。もういいよね。あもういいよ。やれることないもん。まあ別に普通に知識は深かったしそんなにないわけじゃないっていうか。いやそんなの結構コアなファンじゃないとわからんもん。まあだから今日怒ってるのはほんと拓郎さんのファンだけじゃない。いやそうだね。拓郎さんの問題はことごとくノータッチだったからね。教会ね。そうそうちょっと教会読まなきゃ。ラリルレロン。いやその爆笑だけ一人だけめちゃくちゃ笑って。いやもうまあいってらっしゃい。ありがとうございます。いってらっしゃい。納得はしてないと思うけどね、そのグレイファンの人は。またちょっと言われると思う。多分殺されるかもしれない。本当に一旦解禁ではいいけど、強火なファン多いと思うから。いや本当にそうちょっと本当に長いから。本当にあったんでちょっと気をつけますライブの日は。怖いんで後ろから刺される。はい心配。平気でやっぱ顔にねやけどとか負わしてる。そうなんだよ。誰がテレサ。誰がテレサ。いそうだよね。後ろから教会で殴られるかもしれない。そんなこと言ったらさ本当にされるから。わけ違うだろ。よっしゃ。東名阪ワンマンツアー「BeautifulTeenager」開催決定。東京6月14日ゼップ新宿、名古屋7月18日レニーリミテッド、大阪8月23日ビッグキャット。詳細は概要欄をチェック。楽しいこと好きな全員集合。